部長とマネブーのええ加減と、ぼちぼち1ヶ月が経ちますが、はい、いかが、しっかりと自分と向き合って、はい、毎日体重計に乗ること、そしてラジオ体操、はい、そして安心安全健康な食事を取ることを務め、苦しくなったら、なおちゃんに、先生にちゃんと相談する、コンサルをしていただくというところで、毎日、取り組んでおります。順調ですか？はい。順調なあれは、ショートで見てもらいましょうか。体重は、どこからどうなったのかというのに関しては、動画を見ていただきたい。ジャックパワーになっとる。あのね、こうやって撮影しとって思うのは、うん、ここ。あ、本当ですか？触って、ここで私が言っても分かんない。そこ。そう、頬がね、ちょっとこけたなっていう。あと最近なんかね、うん、肌綺麗になったねって思うんですよ。うん、そうそう、肌綺麗になったなと思う。うん、今までね、こうちょぶっちゃけ言うとね、修正したかって言われるんですよ、よく。あ、やっとけよって。とある方にね、いつも言われるんですけど。どれですかね、そこというの、うん、失礼ですね。うん。で、ここをね、ちっちゃくして、うん、シュッてしたようにしてたんですけど、うん、ちょっとあんましなくてもいいかな。本当ですか？うん。あとちょっと美白ぐらい。うん、美白と美肌、うん、ぐらいをかけとけば、美しく。あ、教室ですなるかな、うん、思うんですよ。うん。でも本当なんか、1ヶ月経つんだけど、うん、いや、全然無理は本当してなくて。で、うん、今日もトンカツ食ってきたんですよ。うん。うん、しかも、うん、ランチと A と B ってあって、うん、B が一番でかいんです。うん。で、俺食べたの B なんで。うん。はぁはぁ言いながら食べとったね。うん。結構量多かった。うん。で、食べる回数を減らしてるとかもなくて、うん、ね、規則正しく食べて、うん、規則正しく運動して、規則正しく寝る。っていうのを永遠と繰り返してるだけなんだけど、うん、あとね、ラジオ体操のね、うん、俺の動画も今日撮ったんだけど、うん、多分姿勢変わってきてると思う。うん。うん。そうだね。そう。腕を前からめげて、伸び伸びと背伸びの運動から。ドゥン、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 これテレレ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 もっとこれですね。そうそう。一番最初の時はね、夫婦が震えとったでね。ちゃんと腕上がってますか？はい。腕上がってますか？ね、そこはね、足開いて、こうですね。切る？四五キュー。今日も一日、良い日をお過ごしください。今度はね、一回ね、YouTube でもいいから、正しいラジオ体操の仕方っていうのをお勉強されるといいと思います。あ、呼吸の仕方ですか？足の曲げ方とか、開き具合とか、なってない。おーい。うん。それやったらもっと違うと思うよ。うん、そうだね。うん。でも、こう見た感じ、お腹周りとかちょっと私よくわかんないんだけど、お顔がね、うん、すっきりしたなぁ。そうね、もうこの、さっきのその、なんていうんですか、このスタイルのさ、写真撮った時も、はい、ロース B をさ、食べた後、だからさ、うん、結構腹パンパンで今。もうそれ言い訳としてちょっと出しとくね。うん、とんかつ食べた後って出しとくで、ね。ね。そう。要はさ、うん、ダイエットってさ、うん、辛いしさ、うん、しんどいじゃん、うん、でも、結構好きなもの結構食ってて、うん、ただ、食わなくなったものもやっぱり結構あるんですよね。
あ、そうなんだ。うん。うん、まあ、そういうのもなんか後々喋っていけたらいいなと思ってね、やっぱり。うん、やっぱね、うん、マインドセットっすわ。あ、ほんと？マインドセット、これ間違いないと思う。へえ、そうなんだ、うん。どんな呪文かけたの？うん。絶対痩せる。なるほど。今ね、理由があるから。うん、うん。やらなきゃいけない理由があるから、うん、その、いや、目標があったら頑張れるじゃん。うん、うん。うん。その目標設定と、うん、このやる理由、動機だよね。うん、うん。動機がちゃんとマッチングしている状態。うん。にした上で、うん、この継続するために、フォローサポートしてもらってるでしょ？うん。マネージャーと、うん。なおちゃんに、毎日チェックしてもらって、うん、で、毎日このデータを上げてる。うん。で、それに対してさ、必ずコメントがあるじゃん。うん。うん。で、私はすごいじゃんとか、減ってんじゃん、うん、100グラムとかぐらいだけど、うん、なおちゃんはね、さすがだね。うん、さすがです。うん。あの、こと細やかにデータ取られてるから、うん、もう全部ね、後で公開したいと思うんだけど、うんうんうん、やっぱ料理のね、質も変わってきてるし、うん、ね、例えば、マヨネーズをかけて、うん、照り焼きにしたいと、うんうん、甘くしたいとあんじゃん、うんうん。でもさ、やっぱりさ、あ、ちょっと、もうやっぱそこ控えて、うん、おろしポン酢にしようかなとか、うんうんうん、っていうのはやっぱり、ね、意識で、やっぱ料理も変わってくる。うん、かといって、まずくない。うまいから、うんうんうん。うん。めっちゃうまいと思う。うん。うん、っていうのが、やっぱね、だから、しんどくないし、うん、なんか、楽しんでる？ゲーム。うんうん、いいじゃない。痩せるゲーム。うん。うん。うん、だってさ、リバウンドしたら意味ないから、うん。今なんか腹鳴った。なくなっちゃった。俺じゃないよ。私。うん。お腹空いてるわけじゃないよ。うん、そうかね。うん。うん。っていうところなんで、今非常に、楽しみながら、この、デデデ、デブダデ、ダイエット、うん。やらせていただいてますので、うん、ぜひ、私の、この変化をね、日めくり見ていただいて、うん、お、やってんねー、やってんねーっていうのを見てもらったら。トータルでスタートが88キロなので、うん、今日の時点、喋り方、今日の時点で、マイナス、いくつ ?3.5?4.5? 3.5 っすね。6? あ、3.5 っすか。3.5。うん。うん。まだ1回も停滞期迎えてないもんね。いや、1回ね、85.8? 86.88 いくつ ?88 を超えた時があったね。うん。じゃあ、一回ね、85キロ台でね、3回ぐらいね、動かない日あったよね。いえいえ。そうって、本人は言ってますが、100グラムずつ減ってるんですよ。あ、本当？俺の中では停滞期だったんだね、うん。なんかね、自分の中ではね、すごくね、運動もしてね、うん、すごくね、食もね、意識してね、最高の飯を食ってね、うん、最高の運動をしてね、うん、じゃんやってんねこれ絶対明日行っちゃってんじゃん行っちゃってんじゃん、うん、やってんねーって思ったらえぇ、ー、みたいな、うん、でもまあそあの時の俺のメンタルサポート大事ですよ。ほんとだってモチベーション下がったもん。なんで減ってんじゃんって、うん、あ、ほんとだ減ってたって見てねえのかよと思ったけど俺めっちゃ頑張ってるのそんなにさ、うん、だってトータルにしたらだって1ヶ月で 3.5 キロでしょ。すごいじゃん。そうすごいしーありがとうございます。うん、すごいよ。うん、中年のおっさんがさ、ねえ、1ヶ月で 3.5 キロってすごいと思いますよ。うん。うん、いいんじゃない？この調子で。そう、ところさ、多分ダイエットやってる時って、うん、めっちゃ食いたいものリストとかって出てくると思うね。例えばラーメンだったりとか、うんうん、焼肉食べたいとか、うん、ねえ、いろいろ出てくると思うんだけど、うん、俺ないもんね、今。ほんと？うん。別に何食い、超あれが食いたいとかも別にない。食べてるから。なぜなら、うん、食べているから。うん。うん。まあ、このね、部長がね、お料理したものも今出してもらってるんで、はいはい、それも合わせて。部長のね、うん、ローストビーフだったりね、うん、チューハーンだったりね、チューシューだったりね。一応出したよ、この間。あ、出したね、うん。あ、ありがとうございます。うん。うん、だその、こんなの作って食べてますよとか、うんうんうん、いうのがちょっと作れたらいいかな。あ、ぜひぜひ。うん、まあ、そのうちね、なおちゃんの方から、なおちゃんがやった、つけてくれた部長の、あ、コンサルシートね。そうそうそう、それも出てくると思うので、とりあえずね、こっちはこっちで、部長の見てくれがどんだけ変わったかっていうのをお伝えしていきますね。ぜひ。うん。楽しんでください。うん。で、その次に、なおちゃんに叱られてる部長とかね。ああ、本当はね、うん、14日が終わった段階で、うん、84.0 キロになってなかったら、うん、
それは目標だったんですよ。うんうん、でも実際測ったら、84.6 キロだったので、うん、これおそらくケツバットが来るんじゃないのかなと。うん、ちょっとリアルで会うのが怖い。うんうんうん、っていうのがあります。なんでだって今日減っとったじゃん。だから、決められた期日に達成できてないから。そう？あ、14日が期日だから。14日だったっけ？ 14 日が期日だから。そうやった。そうです。ほんと、うん、まあいいじゃん、今日中間日だもん。頑張ってるね。うん、1日ぐらいいいじゃん。1日ぐらいいいじゃん。しかもさ、目標体重より 500g もさ、下なんだよ、あとと。肉でさ、ステーキで 500g って言ってみ、どら肉だよ。そうだね。うん。いや、なんかさ、うん、俺体重1日1回乗ってんのね、うん、毎朝乗ってんだけど、うん、たまにね、うん、夜寝る前に測るときあるのよ、うん、要はフライングしてね、うん、そうするとさ、なんか絶望的になるわけよ、うんうんうん、まあ、食べた後だしね、いろんなもん溜まっとるしね、なんか増えてるみたいな感じなんじゃん、うんうんうん、でもさ、朝起きたら、うん、1キロぐらい減るよ、すごいね、そう、マジで、うん、だからさ、うん、この1キロってどこ行ったのって思わない、うんうん、汗汗、まあでもほらボクサーの人とかさ、格闘技の人って水抜きしたら 2,3 キロとか落とすじゃん、うん、3キロ4キロ落とすじゃん、うん、水抜きで、うん、だからそんだけあるってことでしょ、そう、だからね、結構人間ってね、寝汗、寝てる間のこの代謝で、うん、すごいいろいろ脂肪とか燃やして、うんうん、体重ね落ちるんよ、で多分この落ちる幅が大きい人がダイエットしやすい人かもしれん、うん、もしかしたら、まあでもね、この間のその健康チェックでさ、うん、もう運動したらすぐ痩せるよって言われてたから、ああそうだね、うん、もうそれも手伝ってか、ね、ラジオ体操聞いてますね、そうですね、部長ね、ほら一応内臓脂肪もあんまりないですよね、うん、皮下脂肪ばっかり、うん、外心がね、すべてこの不摂生がってやつだからさ、うん、本当にラジオ体操のきちんとしたやり方したらもっと早いと思うよ、そうだね、うん、ということで部長、これからも頑張りますので、はい、皆さんの応援、はい、あると励みになります、はい、今後ともよろしくお願いします、頑張ってね、頑張ります、バイバイ、チャンネル登録いいね、チャンネル登録といいねしていただけたら僕の励みになります、応援よろしくお願いします、バイビー、ええ加減やな。